先生。あ、ダメ。紫になるんじゃ。ほら。一体なんだ。爆発したよ。ミリア、ミリアどこ。大丈夫にゃん。サラ、もう校長先生たら勝手なことして。サラ、はあ、何よこれ。もう信じらんない。え、あれ大変。すぐに調合し直さないと。ミリア、メガネ、メガネあった。ミリアおかしい、なんだかクラクラする。そんなことより、この爆発の原因を調べなければ。ミリアが真面目な顔をして参考書を見てる。ミリア、気を確かにするにゃ。これでよし。せっかくの美貌が台無しになるとこだったじゃない。あれ、え、嘘、なぜ。どうかしたの、サラ。あ、私がサラになった。サラは前からサラでしょ。何言ってるの。こんなダサいのやだ。サラが変になった。なるほど、そういうこと。どうやら私とミリアが入れ替わったみたいね。トリセツ。要するに校長先生が勝手に薬を混ぜたから、その効果がごっちゃになってお二人に発揮されてしまったんですね。私が作っていたのは、人に言ったことがそのまま自分に返ってくる薬。私が作ってたのは、私にひどいことを言ったら引きガエルになる薬。結果ミリアさんとサラさんの中身が入れ替わり、そのことを誰かに言ったりしたら、お二人はヒキガエルに変身しちゃうことになったわけです。だから納得できない。どうしてそうなるよ。落ち着いてサラ、それはミリアよ。ややこしいにゃ。何せ違う二つの薬を混ぜてしまいましたからね。いわゆる副作用的な。的な疑問系なの。そういうことですなんて。待ちなさいよ。いい加減だにゃん。またこれ。大丈夫サラ。ありがとう。でも私はミリアよ。うん、じゃあ。どうやら元に戻ったみたいね。ああ、よかった。サラが元に戻ったわ。やっぱりミリアはミリアでなくちゃ。よかったにゃ、ほっとしたにゃ。ほんと、一生あのままだったらどうしようかと思ったわ。カエルになるよりはマシだったんじゃないの。カエルよりはね。とにかく元に戻ってよかった。